東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、チーム同士の相性の良し悪しというのはあるものなんですか？おそらくですね、結果を見ると、あるようですね。やはりそうですよね。まずはジャイアンツの先発井上、東京ドームのマウンドに上がります。ジャイアンツ小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。外れてますか。ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込みました。インコースを落としました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている福永。井上、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上井上、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。ボールが少し浮いてしまいました。ボール先行です。インサイド変化球外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。インコース空振り、フルカウントになっています。引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。アウトコースボール。2球目は何で来るか。ストライクになります。147キロ。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあどう来るか。引っ張った、この当たりはどうか。三塁線落ちてフェア。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあジャイアンツ先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね。そしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。これは見送ってボール。このピンチ空振り三振に切って取りました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。西さん、初回の攻撃特に大事な点というとどんな点でしょうか？いや、もうとにかくね、先頭バッターですよ。ここがね、出ると出ないは大きな違いですよ。そうですね、先頭バッターに注目しましょう。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の高橋。バッターは丸。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。空振りです。156キロがいきなり出ました。これが2球目。低め、これは外れます。ナイスボールですね。ワンボールツーストライク。流しました。これはどうだ。ファウルになります。打ちました。これはどうか。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。そうですよね。そして彼はどの方向にも強い打球を打てますから、甘く入ってきたら仕留めてくれるんじゃないですかね。インサイド落ちました。これはどうか。セカンド取った。一塁送球します。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。しっかりランナーを進めましたね。さあそしてこのチャンスで打席には3番の吉川入っています。いいコースですが外れています。外低め決まってストライク。バッターに近いところで沈んでいきます。ワンボールツーストライクです。平行カウント空振り三振。
ランナー返すことができませんでした。このチャンスしかし打つことはできません。さあそしてバッターボックスには岡本入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね、振り遅れてますね。そうですね、ストライク、ワンボールツーストライクです。バッターこれはどうだ、三遊間抜ける、サードランナーホームイン、ジャイアンツ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0、ジャイアンツ試合の主導権を握ります。打席には5番バッター大城、ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、落ちるボールに手が出ました。もう打てないところからさらに落ちてますからね。しかしこの回、さて小宮山さん、バッテリーの思惑は何でしょうかね。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。インサイド落ちました、これはどうか、アウト、ワンアウト。バッターは6番村松、まずはワンアウトを取っています。初球ボール。改めてお聞きします、この村松どういうバッターなんでしょうか。いや、しぶといバッターですよ。ボテボテのゴロも足でヒットにしてしまいますからね。ああそうですか。高め大きく外れました。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。スリーボールツーストライクです。空振り三振。バッターは7番に入っている板山。2アウトランナーありません。さあまず1球目、最初は変化球できました、ストライクです。低め、これは決まった、ノーボールツーストライク。あーボールですか。はい、低めボール、打ちました、切れていきます、ファウル。2ボール2ストライクです。インローボール、3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、打席には6番バッター。ジャイアンツ1点リードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、まだ1点差ですしね、まあ、この辺りで追加点が入ると理想的なんですけどね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている坂本。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。際どいコースに送ってストライク。156キロがいきなり出ました。コーナーを攻めます。あっという間に2ストライクです。引っ張った、サード取った、2アウトになりました。8番バッター門脇、2アウトランナーありません。高めのボール、ファウルになります。ボールカウントは1ストライクです。外れました、まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトからランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁、先発の井上バッターボックスです。まあ、ここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね、打ちました、ショート取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。小宮山さん、
先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋、バッターボックスです。舐めてかかるとやられますよ。バッティングいいですからね。そうですね。最初は変化球できました。ボールになります。バットは動きません。よく見ています。ボール先行です。低め見送りました。ストライクです。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。好投を続けています。打順はトップに帰って岡林。2アウトランナーありません。これが1球目。セーフティーバント取りました。1塁アウト、3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。西さん、早い回に先制したということで、バッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。バッターファーストの左抜けました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順は2番、浅野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球大きく外れています。まあ向こうは併殺を狙ってるから。バットしました。ピッチャーが取る。1塁へ。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。初球から際どいコースをついてきます。きっちりと見極めました。次が3球目。際どい球わずかに外れています。156キロ。これは手が出ないか。ストライクを取ります。さあフルカウント。打ちました。板山一塁送球。アウト。2アウト。これは進塁打になりました。2アウトランナー3塁とかあります。まず変化球決まってワンストライク。改めてお聞きします。バッターの岡本、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。そうですね。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。4回に入っていきます。追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスには2番、福永。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ジャイアンツ1点リードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。次が4球目。膝元へ持ってきました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。打順は3番。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。外の変化球。3球目は何で来るか。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。いいところにストレートが決まります。2ボール2ストライクです。振っていきましたが三振。バッターボックスは4番、石川。2アウトランナーありません。いい当たり、破っていった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。2塁へ送球する。バッターランナーは2塁まで進みました。同点のランナーを出してしまいました。2アウトランナー2塁。さあそして打席には細川入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあ一打同点という場面です。まあ、ここはしっかりリードが守れるように自分のピッチングをしてほしいですね。なるほど、そうですよね。
落としていきましたが、これは外れます。インコースの変化球見ています。落ちるボールです。これで3ボール。変化球を狙ってたんでしょうかね。ファウルです。今のファウルの感じだとストレートに外れてフォアボール。結果はフォアボール。ピンチを広げました。いやー、今のはもったいないですよ。初球ボール、これは手が出ないか。ストライクを取ります。これが3球目。インコース低め、ストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。ここは見ます。フルカウントになります。さあ、これで決まるのか。で、2者連続のフォアボール。ツーアウトながらフォアボールで満塁になりました。結果はこれが初球。ファウルボールです。ストレート打った。ショート正面抑えた。二塁アウト。これで3アウト。逆転のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0ジャイアンツが1点差を守っています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは5番大城。ジャイアンツ1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。バッターは6番高橋。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。さあ、2球目は何か。ストライクになります。ノーボール2ストライクです。見逃して三振です。ツーアウトになっています。バッターボックス高本、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール。変化球が決まりました。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはショートの右抜けました。ツーアウトからランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。さあ、ツーアウトながら一塁には追加点となるランナー。バッターボックスには門脇、そして塁上には坂本。まあ、打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点はありませんでした。小宮山さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。そうですね、非常にいいリズムで投げれているというふうに思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。初球見送っています。ストライクになります。ノーボールツーストライク。引っ張った。これはどうだ。坂本、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、同点のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの高橋。まあ、ここは送らせるんじゃないですか。送ります。井上、一塁送球します。アウト、ワンアウト。さあ、そしてバッターボックスには岡林入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、同点のランナーを得点圏に背負います。ここで追いつかれてしまうと流れが傾きかねませんから、リードを守りたいですね。なるほど、そうですね。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルです。さあ、5球目は何か。誘ってきましたが見極めています。このピンチ、見事三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。その警戒すべき福永、バッターボックスです。ボールになります。外れてますか。完璧
気なボールでしたけどね。はい、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。インサイド落ちました、これはどうか、アウト。ここは送球が間に合っています。打順は1番に帰ります。バッター丸、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが井上、そしてドラゴンズが高橋、この2人の投げ合いとなっています。インコース決まった、ボールになります。今のはよく見ましたね。はい、外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。さあ初球は何か、ランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。インコース決めました。インコース外れてボール。4球目は何で来るか、低めの変化球です。インコース決めてきた、3ボール2ストライク、フルカウントになっています。よく見極めました、フォアボールです。2アウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。コースにまず投げ込んでいきました。まあ牽制のうまいピッチャーですから、ランナーは要注意。打ちました、流しました、福永掴んで3アウトです。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターボックスに入ります。ジャイアンツ1点リードで迎える6回です。よく見ています、ボール先行です。まあ足のあるバッターですから、出さないように気をつけたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました、ファウルになります。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックス石川。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。インコース、これは外れます。ボール先行です。低いところへ決めてきました。キレがありますね。ええ、ツーボールツーストライクです。見逃し三振。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんがどうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね、ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。初球は何で来るか。初球大きく外れています。インコースへ大きく外れます。ボール先行です。インドを見送っています。ストライクが入りません。打った、レフトに大きな打球、レフトをバックする、バックする、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、細川、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー二塁。際どいコースですが、アンパイアの手が上がりました。
この球は、ああ外れました。外へのストライク、ワンボールツーストライクです。外の低め見極めます。外の球打った、ショートが抑えた、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは岡本。ジャイアンツ1点リードで迎える6回の攻撃です。初球大きく外れています。ストレート、この高めは外れます。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、ワンアウトです。打席には5番バッター大城。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。落ちる球できました。ボール先行です。引っ張った、石川、一塁そのまま入ってアウト。打席には6番バッター。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。156キロがいきなり出ました。打ちました、痛烈な打球、わずかに左に切れました。ファールボール、低め見送っています。大きく外れてボールになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。ジャイアンツ、これから7回ドラゴンズの攻撃です。さあマウンドに上がったのは、さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。期待通りしっかり抑えたいですよね。そうですね。さあこの点差を守っていきたい。初球大きく外れています。アウトコース空振り。さてバッターボックスの板山、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、ボールにバットを正面からぶつけていくような打撃が特徴のバッターですね。なるほど、そうですか。アウトコース打ちました。サードうまくさばいてアウト、ワンアウトです。8番バッターカット、先ほどの打席は内野安打でした。まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。初球大きく外れています。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてバッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのは高橋。バッターボックスには代打の宇佐。小宮山さん、なんとか逃げ切りたいところなんですけれどもね。まあ、そうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。さて西さん、この宇佐美、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左は全然ダメですね、苦手としてますね。そうですか。ファウルです。ファウルボールです。次が5球目、よどい球、わずかに外れています。これでフルカウント。このピンチ、見逃しで三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、まだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面で打席には1番の岡林入っています。抜けたような感じになりました。大きく外れます。高めに大きく外れています。
ボール先行です。外低めに変化球が決まります。ニサバッターの岡林、ふわふわっと上がった、ピッチャーが抑えた、内野安打になった。今日の初ヒットがここで出ました。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。一打同点の場面。さあそして打席には福永が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあピンチは続いています。まあ、ここでリードを守ることが重要になってきますから踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですよね。空振りでストライクを取ってきました。まあ、一塁ランナーを走らせてはいけませんよ。逆転のランナー引っ張った、掴んでスリーアウト。追いつくことはできませんでした。同点のチャンスがあったドラゴンズですがそのチャンスを生かせませんでした。ドラゴンズ7回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島2番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは藤島。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。初球空振りです。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。ボールになります。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど、見逃し三振。最後は体がのけぞるような形になってしまいました。バッターボックスは8番門脇。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。藤島まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり東京ドームのスタンドに消えていきました。しっかり踏み込んで引っ張った打球スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。ジャイアンツ2対0になりました。ここ一番の集中力が光ります。その差を2点と開いています。バッターボックスには代打の長野。西さん、まずは塁に出たいですよね。いや、きっちり役割を、ね、果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました。次が2球目。ストレートですね。はい、まっすぐを持ってきました。ワンボールツーストライク。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順はトップに返って丸。前の打席ではファーボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。空振り、2球目は何で来るか。誘ってきましたね。ボールになります。インコース打ちました。いい当たり、一・二塁間を破る。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー一塁、バッターは2番浅野。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、これはどうか、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。5番手としてマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは球はボールになりました。スピードボールを持っています。変化球低めに持ってきましたがボールになります。ボール先行です。バッターから遠いところ空振りになります。アウトコース打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。
さて小宮山さん、バッテリーはどんな思惑でしょうかね。まあそうですね、どちらかというと見てくるバッターなのでストライク先行でいいと思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。初球ストライク、ストライクになります。ノーボール2ストライクです。打ちました、打球は右中間へ、ライト掴んで2アウト。打順は5番細川、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。2アウトになっています。初球大きく外れています。ストライクになります。さあ3球目は何か、アウトロー外れます。速いボール、膝元決まってストライク。ツーボール、ツーストライクと追い込んでいます。これは低いところに持ってきました。フルカウントです。打ちました。セカンド取る。一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。ドラゴンズ。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。清水、さあマウンドを任されたのは清水。最初は変化球できました。アウトコースへ決めました。空振りになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは4番岡本。清水、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。これが2球目、ファウルになります。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、ツーアウトになっています。さあブルペンが映っていますが、やはり守護神が今投球練習始めました。やはりこの点差、この状況ですから、小宮山さん、守護神の出番が。一塁塁間を破る、これが今日の初ヒット。2アウトランナー一塁、打順は6番ヒットでランナーを一塁に置いています。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。ボールになります。三振です。ボール球を振ってしまいました。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点はありませんでした。9回最後を締めるのはもちろんこの人です。ジャイアンツの守護神、大勢、声援を背負っての登板となります。さあマウンドを任されたのは大勢。小宮山さん、もうこの人が出れば安心と頼れる守護神の登場ということになりました。まあ、そうですね、それだけ信頼されてますからね、ここはしっかり抑えてくれるでしょう。そうですね、さあ期待通りのピッチングで締めてもらいたい。内へのボール外れました。インサイド落ちました。わずかに右に切りました。ファールボール、打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは7番板山、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。
さあ守護神海瀬、ドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょうピッチャーの状態は。今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど、さあしっかり締めてもらいましょう。体に近いところ打ちました、いい当たり、セカンドうまくさばいてツーアウトになりました。バッターボックス、カット、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。低めストレート、ストライク、ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか、落ちる球を持ってきました。ボールになります。打ちました、吉川、これで3アウト、試合終了になりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、各ピッチャー素晴らしい出来だったんじゃないでしょうか。そうですね、もう本当に見てて安心できるようなそういう内容だったと思います。そのあたり監督の采配もズバリハマりました。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。